どうしたんですか、こんな時間に。目が冴えて夜更かししてる子を叱りに来ました。冗談です。先生はなんだか幸せで、眠るのが惜しくなって手がかじかんでます。貸して。温まった？うん。僕は随分子供の頃から、数年前までずっとアメリカの研究所で働いてた。その頃はクリスマスってデスクの上のおもちゃのツリーと冷たいターキーのことだと思ってた。それが不幸せなことだなんて考えもしなかったから。うん。今夜はこうして大騒ぎをして、大好きな生徒たちの寝息を確かめて歩いてる。それに時々寝つきの悪い子がいて、話し相手になってくれたりもする。こんな幸せなことはない。僕は今幸せをかみしめてる。困ったな。これ以上贅沢を覚えると後が大変そうだ。さあそろそろ部屋に戻ろう。ほっぺが赤くなってきました。メリークリスマス。来年は君の手がかじかんだりしませんように。来年も君のほっぺの上に幸せが訪れますように。